スケジュールについて欧州連合 EU の加盟国28カ国全ての指導者が2日間の首脳会議のためここブルセルに来ています20日には複数の会議をこなしその後非公式の夕食会がありますが最も重要な会話がそこでいくつか交わされる可能性があります深夜になるかもしれませんが会食が終わり次第記者会見があるはずです21日にもさらなる会議や会見があるでしょうイギリスの EU 離脱ブレグジットは議題にあるか Well, あるとも言えるしないとも言えます。イギリスが EU 基本条約の50条を発動するまで正式な交渉はないと EU は一貫して主張しており、それは今も変わりません。ただ、イギリスのメイ首相が他の27カ国の首脳陣に説明するよう勧められていることは分かっています。また、メイ首相が来年3月末までには50条を発動するつもりだというのも分かっています。それ以降に関する発言についてはまだ分かりません。率直なところ、ここで具体的内容と同じぐらい大事なのは誤張です。イギリス、フランス、ドイツは ここ数週間それぞれ強気な発言をしてきましたでも大変な交渉作業に直面するため仕事上の関係が良好なことが助けになります今回の首脳会議の目的はその関係構築なのですなぜロシアについて議論するのか <to> どこから説明しましょうかクリミア半島併合やウクライナ東部の分離派への支援に関して EU はロシアに対してすでに制裁措置を取っていますでも EU が今注目しているのはアレッポです ロシアとシリア政府によるアレッポ空爆について EU はすでに深い懸念を表明しています問題はどうするかです28カ国の首脳陣はロシアとの間に抱える問題をリストアップするのに事欠か,かないでしょう影響力のある対策を考えることの方がよっぽど難しいものになりますカナダが話題に上るのはなぜか EU とカナダは長年かけてシータと呼ばれている自由貿易協定について交渉してきました。数日か数週間のうちには調印されることになります。大掛かりな協定です。二つの巨大な市場をお互いに解放するのです。しかしまた、反自由貿易感情の的にもなり、ドイツでは複数の抗議活動が行われました。そして実際に、ベルギーの地域議会で現在、協定そのものが棚上げ状態になっています。結局は調印されるでしょうが、こうしたことを成し遂げるのがいかに大変か思い知らされます。その結果、 新たな合意点の模索についてここブルッセルで多く話されています合意点が何であれ EU がブレグジットの交渉にどう取り組むかを色濃く映し出すものとなるでしょう